コスモの消えた氷河の安否を気遣いながらも、セイヤとシリュウは第四の級巨怪級へとたどり着く。死の匂いに満ち、壁や床に死人の顔が浮き出ている巨怪級の異様な光景に困惑する二人。それはキャンサーのゴールドセインとデスマスクの悪逆非道な殺戮がもたらした結果であった。そのセイントらしからぬ行為に激怒し、一騎打ちを挑むシリュウだったが、デスマスクの放つ赤色冥界波により死の国冥界の入り口へと吸い込まれてしまうのだった。生と死の狭間で、シリュウよ、これから貴様を確実に死の国へ叩き落としてやるぞ。この世持つ平坂からな。さらばだシリュウ。シリュウ、シリュウ、神様、どうかシリュウを守りください。どうかシリュウを。なんだこの鬱陶しい気は。何か祈りのような。春麗、お願いします、シリュウを。そこか、うせろ、殺しね。よせ、デスマスク。あの小娘、ずいぶんお前のことを思っていたようだったな。感謝しろよ、これで二人揃って仲良くあの世に行けるのだからな。俺は慈悲深い男なのだ。やあ、うがーて、手が燃える。あーあー、ジャパン。デスマスク、ここまで相手を憎いと思ったのは生まれて初めてだ。もはやお前に対して一かけらの情け容赦も持たん。何、バカな、死ぬならゴールドセイントをもしのぐほどのコスモを感じるとは。一体今や俺の地域敵が沸騰しているのだ。お前は竜の激鱗に触れたのだ。よかろう、ご老方での決着を今つけてくれるわ。デスマスク、お前はこの死竜の激鱗に触れたのだ。レディー、オン。それだけ。そらそらそら。そんな、うわっ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 、なんの、死ね。うわっ、うわっ、うわっ、そらそらそら。このドラゴンの盾は最高の強度を誇るのだ。ゴールドクロスのフットが自然に外れるとは。あ、足の骨が折れた。おそらくゴールドクロスの意志。クロスは正義のためだけのプロテクターだ。悪に染まったお前をクロス自身がゴールドセイントと認めなくなったということだ。うぴゃー、バカな、キャンサーのゴールドクロスが全て俺から離れただと。
終わりだな、デスマスク。クロスがない今、お前はもはや丸裸も同然。しかし、いくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど、この死竜の誇りが許さない。さあ、これで対等だ。あとは互いのコスモの力のみが勝敗を分ける。バカめ、お前は俺を倒せる唯一のチャンスを無にしたのだぞ。コスモの勝負ではオールドセイントの俺の方が上だ。俺のコスモは確かにまだブロンズセイントの息を出ないかもしれない。だが、悪を滅ぼす真のセイントだ。たとえ一瞬でも、俺のコスモゴールドセイントの息まで高められるはずだ。ならば俺も試すとしよう。死の国へ誘う赤色冥界波を死の国で使うとどうなるかをな。くらえ、赤色冥界波。シリウの背中に竜が浮かび上がった。バカだ、この強大なコスモは。このシリウが究極まで高めたコスモで、登れ竜よ、天高く黒弾昇竜波。シリウ、シリウ、しっかり。まさか、シリウ。ショウカ、これは。あれほど怨念のこもっていた無数の死に顔が消えている。そうか、デスマスクを倒したことでやっと成仏できたのか。俺のコスモに直接語りかけてくる、あの声を、もしや老子。シュンレイは無事なのですか。よかった、老子、ありがとうございました。ん、シリウ、君まさか目が見えるように。見える、いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老子に聞いたことがある。生命の源であるコスモを最大限まで高めることで、肉体は治療や薬を超えた奇跡的な回復をすると。シリウ、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとう、シュン。さあ、急ごう。次の四死球で聖夜も戦っているはずだ。アイオリア、君はコスモを感じたことがあるか。